合気道はこれよりの柔術をもとに開祖上芝栗平国宝が作られた剣や杖の技を含む総合武道です。合気道においては稽古は心身鍛錬の道であり、勝ち負けを競う試合はありませんが、演武により習得した技を表現します。合気道の技は相手の内に入る入り身と鉄管を中心にさらに気の流れを加えて相手を崩して技をかけます。その動きは円のような自然な動きであり、相手と調和することにより逆に相手を制することが可能となります。このように相手と争うこと、礼をもって相手と接することなど日本の文化を表現していることなどが広く世界でも認識され、老若男女を問わず稽古ができることもあり、現在は広く世界に普及しています。それでは本日の演武の説明をいたします。演武者はトリガー山本和彦五段、受けが深須栄一四段です。まず最初に合気道の代表的な技を紹介します。横目打ち四方投げ。
愛に、礼儀。これにて合気道の演